ベビータッピ、どうも、さくよです。でね、今回ね、音ゲーの方やるんじゃなくて、ちょっとね、カスタムプロフィールの方ね、企画考えてきたんで、皆さんと楽しんでいきたいと思います。なんかさ、実装されてから、カスタムプロフィールがさ、実装されてからさ、すごい盛り上がったじゃん。あ、こんなのできるんだ、つって。でさ、みんな手つけるじゃん。で、どんなのかなーって言ってさ、結構楽しんでたりしたと思うんだけど、みんなね、もう今多分ね、あんまやってないと思うんだよね。やってる人少ないと思うんだよね。そんな中俺はですね、カスタムプロフィール全然遊んでない。俺がね、最初に上げたカスタムプロフィールの動画、まあ最初で最後の動画なんだけどまあこの動画出してるから最初で最後ではなくなったんだけど、もう最初で最後であった動画のね、この清猫をカスタムプロフィールで作るっていうね、動画があるんだけど、もうこれ俺ね、なんでね、続き続編とか出さなかったかっていうと、ね、めちゃめちゃ時間かかんのよ。本当にこれやったことある人ならわかると思うんだけど、こうやって絵みたいにするのがめちゃめちゃ時間かかってですね、なんかこだわっちゃうじゃん。でもカスタムプロフィールってなると、だからこう時間費やしてして、なんか5時間6時間かかっちゃうみたいなこと結構あると思うんだよね。でもさ、 Twitter とか YouTube の見るとさ、めちゃめちゃすごい画像とかさ上がってんじゃん。ああいうの見るとちょっとやりたくなるなみたいな。でも自分お金ないしなって、あ、お金じゃねえや。でもカスタムプロフィールやりたいという人結構多いんじゃないでしょうか。ということで今回はカスタムプロフィールを目隠しでやっていきたいと思います。うん、自分で言うのもおかしいけど本当にイカれてるよねもうカスタムプロフィールじゃないからね、もう俺、それに関してはもうランダムプロフィールになってるから。でね、試しにね、俺やってみたのよ。そしたらね、小羽ちゃんみたいな書き換えになったんで、ちょっと見てみる？一回見やった時の、やつ。こうなったのよもう全然プロフィールじゃないし、もうやばいことになってんのよね。だから、これもワンチャンさ、白紙で終わるっていうことも考えられるぐらいね、動画にリスクあるんだけど、ちょっとそれも面白いかなと思って、それはそれで、白紙で終わったら、それでも、ちなみにね、今はね、目を開けてますね。とりあえずこれは、テンプレートの白紙状態でやっていきたいと思います。さあ、行こうか。やるよ、今から。多分カットになると思うんだけど、基本的に操作は覚えてきました。ちょっとスライドね、左側できて、で、この文字選択とか、照合とかあるから、こういうのを押してってね。で、ここら辺で決定があるっていうのを、しっかりね、把握してきたんで、今回、10分間ぐらいね、いじっていきたいと思います。まあ、ここから、早送りかカットになるかな。ということで、10分後の俺でお会いしましょう。ベビータッピ。さあ、やり終えました。とりあえずね、10分ぐらい経ったんで、見ていこうかなと思います。いやさ、俺一番怖いのがさ、別の画面行ってベノムのエキスパートフルコンボしてるとか、そういうになってたらちょっと怖いんだけど、それだけはやめてな、本当に。さあ、早速見ていきたいと思います。いくよ。せーの。はい。じゃあ、どうした？待って、なんかいっぱい。いっぱい張り付いてんだけど、どういうこと？ちょっと待って、よく見ていい？よく見ていい？ほなみちゃんが真ん中にガンいて、みずきちゃんも右下いるね。よろしくが隠れてんだけどね。しくよろ、よろしくがめっちゃ隠れててさ、あ、えななんいるね、左下に。んで、みくちゃん、紙イラストのみくちゃんがいて、みずきちゃんもいるし、みくちゃんもいるし、結構ニーゴっぽいね。ニーゴが多いっぽいね。でもさ、なんかちょっとハートのさ、この傾き方、この部分とさ、あ、これ、ここの部分とさ、ここの部分のさ、斜め具合がさ、同じっていうのがちょっと怖いよね。めっちゃ怖いんだけど。とりあえずこんな感じになりました。いや、今回ね、ランダムプロフィールやってみたんですけど、最後こうやって出来上がった感想とか、やり終わった後の感想をちょっと言うと、エラなんか可愛い。